お菓子屋さんの隣の子、一人で電車に乗り合って大和川まで行き合って、暗くなるまで魚取り、おまわりさんに連れられて吐いて帰りやった。大阪城も知ってるで、生駒山かて知ってるで、せやけどまだな自転車がうまいこと。